まあ、すいません。私たちの願う幸せとはそんな大それたものではなく、日々の身近なところにあるものだと思います。小さな幸せが叶うことで皆さんの心は満たされて、行政に対する信頼も増していくと思うんです。ですから決して大型事業がダメとかいうものではありませんが、やはりハード面ばかりではなく、もっとソフトな面も充実させていきたいと考えております。高齢者の方々にはやはり介護する人、される人、福祉施策の充実も考えて、そして可愛い子どもたち、夢ある子どもたちには学校教育の充実を図ってまいりたいと思っております。